でしょう。参る。董卓が略奪を行っているようだ。見逃すわけには参らぬ。横島なる兵を打ち払わぬ。あなたたちの白い頭巾はまるで志の清らかさを表しているかのよう。さあ、二人の剣士、暴虐なる兵を打ち正しきを表すのです。邪を破る。正しきを表す。拙者は剣心殿ではござらぬが、董卓の兵を駆逐いたそう。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。剣心はどうする。ご老中剣心殿の共闘、またとなき修行でござる。こいつら化け物だ。退却せよ。任せ。Let's go.
任せい。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。押し疲れた。虫どもめ、練り潰してくれるわ。おしつかれ。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。白ずきんども、足の邪魔をするでないわ。真っ黒な悪のゴンが現れました。打ち払いなさい。この白ずきんども、足の邪魔をするでないわ。真っ黒な悪のゴンが現れました。
この篠月金ども、足の邪魔をするでないわ。真っ黒な悪のボンドが現れました。打ち払いなさい二人の剣士。Let's go.
Ah!
拙者は謙信殿ではござらぬが討ち果たし申した。わしは一度引こう。敵将討ち取った。謙信、面白い遊びをしとるの。わしも白頭巾三人組に混ぜてくれんかね。狡猾な虎に仮面がお似合いです。白く清き志、見せつけなさい二人の剣心。頭巾ってのは忍者の種族。はっ、でもそれじゃ可愛い顔が見えないんだな。ってことで、あっしも反白頭巾派。腹黒忍者として暴れてやるぜ。よ、行くぞ宿敵。戦士、わし董卓と同類かの。あと横尾殿も二人の剣心否定せんの。確かに拙者は剣心殿ではござらぬが、白頭巾を通じ心はつながっております。まあ見事な武器、自ら藩となる気概を示す姿勢素敵です。私を買いかぶらないでほしい。うん、どうしたもんだろう。帝王よ、これから続けられる闘争を。
こそ披露せん。この武者、わしに違え。あの白い女の衣装、あの女に似てんじゃねえか。そこのテルテル坊主、お前の服全部よこしな。白ずきんをかぶる資格はありませんよ。お二人の剣士、あのずきんを引き抜きなさい。それとも首ごと取りましょうか。白頭巾を汚す者は刃にて打ち払わ。白頭巾は武を極めんとする者の正装、他者の者を横取りする輩には似合わぬ。白頭巾は汚す者刃にて打ち払わ。命が惜しけれ獲物を置いてきな。様に張り合うとは。
ているか。今こそ気力を奮い立たさねば。働きに手を返しいたす。私でよいご心。勘弁してやる。敵将打ち取った。任せ。まあ見事な武具。自ら藩となり気概を示す姿勢素敵です。Hey!
かなかにやりよる。私もジョコウ殿も剣心のような心を持つ。故に白頭巾をかぶることを許されている。つまり剣心は三人ということ。あ、なんて嬉しい。姉上、いろいろ違います。よかった、勝てたようだ。